ペルー代表はペルーサッカー連盟によって編成されるペルーのサッカーのナショナルチームである。ホームスタジアムは首都リマにあるエスタディオナショナル。ペルーのサッカーは第1回大会の出場国の中では最も長くフィファワールドカップ本大会出場から遠ざかっていた国でもあった。その後は本大会に出場しなかったが、 テオフィロクビジャスラを要するなどして1970年、メキシコ大会に出場。グループリーグでは、初戦のブルガリアに3の1、続く、モロッコ戦で3の0で勝利するも、西ドイツに敗れた。グループリーグを2位で突破し、決勝トーナメントに進出したが、ブラジルに2の4で敗れベスト8という成績で、大会を去った。 二大会ぶりに本大会に出場した1978年大会でも一次リーグを2勝1分の1位で突破し二次リーグに進出したものの二次リーグで参拝し敗退二大会連続で本大会に出場した1982年大会では2引き分けの後ポーランドに1の5で敗れグループ1再開で敗退1986年大会の予選では 最終節でアルゼンチンに勝てば本大会出場が決まったのだが後半36分に同点ゴールを許しグループ1位突破を逃すとプレーオフでも1次ラウンドでチリに連敗して敗退したこのアルゼンチン戦で同点ゴールを許した選手が後にペルーの監督を務めることになるリカルドがレカであったその後ワールドカップ出場からは遠ざかり 予選でも会が定位置となっていたものの、ノルベルト・ソラーノやクラウディオ・ピサーロ、フアン・マヌエル・バルガス、ジェフェルソン・ファルファン、パオロ・ゲレーロといった攻撃的な選手を中心に、欧州で活躍する、優れた選手を輩出してきた。また、コパ・アメリカでは2011年、2015年に3位と、好成績を残している。2018FIFA ワールドカップ。 南米予選では前半戦の第六節までで勝ち点四とベネズエラと再会を争っていたが、ガレカ監督の若手中心のメンバー選考への方針転換により後半戦は勝ち点を積み重ね、最終的に五位に入り、大陸間プレーオフへと進出した。零から二で、ボリビア代表に敗れた試合で、ボリビアが出場資格のないネルソン・カブレラを出場させたことで、没収試合となり、 勝ち点3を得たことが結果的にチリ代表を上回る要因になった。ニュージーランドとの間で行われた大陸間プレーオフはアウェーでの第1戦を0から0で引き分けたが、ホームでの第2戦を2から0で勝利し1982年大会以来9大会ぶりの本大会出場を決めた。ペルーのサッカーは伝統的に個人技、 技術力が高く、守備を固めて、勝負にこだわるよりも、観客を楽しませる見せるサッカーをすると言われており、欧州化が進む南米サッカーの中でも南米らしい、サッカーの特徴を残していると言われている。2018年6月9日、タイスウェーデン戦に0-0で引き分けた。その結果、2016年11月15日に、エスタディオナショナルで行われた、ブラジル戦に敗戦以降、 新善試合を含め15試合無敗を記録した。これにより、1939年に記録した11試合無敗を大きく更新している。2018年大会では、グループ C に入り、初戦のデンマーク戦、2戦目のフランス戦といずれも、0から1で敗れ、2戦目終了時点で、グループリーグ敗退が決まったが、最終戦となる、オーストラリア戦22の0で勝利し、 1978年大会一時リーグ最終戦でイランに勝って以来40年ぶりの本大会勝利を収め最終的にグループ C3 位となった。1930FIFA ワールドカップペルー代表 1970FIFA ワールドカップペルー代表 1978FIFA ワールドカップペルー代表 1982FIFA ワールドカップペルー代表 2018FIFA ワールドカップペルー代表 GKDFMFFW 没収試合が運命を分けた南米予選敗退のチリ、ボリビアの不正になくロシア W 杯最後の1枠はペルーに。ホームでの第2戦でニュージーランドを下すロシア W 杯大陸間プレイオフゴールドットコム2017年11月16日。ありがとうございます。